毎週月曜日この時間は野球評論家川俣義俊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、先週のまずはドラゴンズの試合から振り返っていきましょう。先週祝日月曜日18日名古屋ドームで巨人戦でした。2対0で勝ちました。先発はプロ3度目となるルーキー笠原。笠原投手いかがでしたか？まっすぐもね、速くて、結構右バッターにこう食い込んでくるようなまっすぐを投げますよね、はい、そしてチェンジアップ、結構いいボール投げてましたね。この日、まあ、笠原選手どうかなと思ったけれども、プロ初勝利がついて。そうですよね。勝って試合も早く終わって、うん、よりどりの祝日が早く始まるということになりました。選手の月曜日でしたけど。まあ、笠原にとってはね、はい、藤井様様ですよね。そうですね。まあ、後ほど藤井様様という試合が昨日もありましたけれども、はい、それから翌日19日火曜日ですが、同じく名古屋ドーム巨人戦、10対2で勝ちました。先発は小笠原投手、9イニング151球を投げまして、プロ初完投、今年5勝目ですね。そうですね。まあ、初完投っていうよりも初完封が見たかったんですよね。はい。あのホームランはいただけないって言いますかね。やっぱりこう、せっかくね、序盤にこう点を取ってもらっておきながら、やっぱりこう、はい、ホームランを打たれていてはいけないのかなと。完投で満足してちゃいけないですね。いけないですよ。やっぱ完封しないと。そっか。なるほど。次の課題ですね。はい。そして20日の水曜日は神宮に移しまして、ヤクルト戦6対1で勝ちました。先発は大野投手、この日で7勝目ですね。まあ、ようやくね、大野らしいと言いますか、落ち着いて、本来のボールを投げられるようになってきたのかなっていうふうな感じがしますね。これでその日まででドラゴンズ4連勝。なんだか強いチームに強いですね。本当に。ここへ来て。ここに来て、ちょっと遅かったですね。かなり遅いわね。それから先週土曜日の試合、名古屋ドームに戻ってきまして、DeNA 戦、強いなぁと今言ったばっかりなんですけれども、13対5で負けました。まあ、伊藤純喜はね、こんなこともあるのかなっていうね。先発は伊藤純喜投手だったんですが、もう8失点しちゃったんですね。ねえ、1イング投げきれなかった。ツーアウトで交代ですからね。こういう時のもうピッチャー、まあ伊藤純喜投手の気持ちっていうのはもう焦りとかパニクリとかどういうことになるんですか？まあ何投げても打たれるっていうような感覚でしょうね。恐怖ですかね。だからもう、初回でね、8点も取られてしまうと、あとはね、なんとかこう、1点ずつとは言うものの、勝負あったかなっていうね。もうだからもう、まあ、一番本人がこんなはずじゃなかったと思ってるかもしれませんけど、ね。しかもね、DeNA はね、A クラスがかかってますからね、必死ですよね、向こうは。そうなんですよね。で、しかもですね、まあ、ちなみになんですけれども、この土曜日の日、CBC で長くスポーツアナウンサーとして実況されてきました、久野誠アナウンサーの最後の実況だったんですけれども、まあ、試合がこのように大敗したんですが、なんという巡り合わせでしょうか。実は久野誠アナウンサーの初めての実況も、太陽、今の DeNA で、ドラゴンズが敗れたんだそうです。だからなんか、巡り合わせですね。負けで始まって負けで終わったと。はい。なんだかまあ、記念になれていますか。まあ変な意味ですけれども。そうですね。すごいなと思います。そして日曜日昨日の試合ですけれども、先発は先週プロ初勝利を飾った笠原投手でした。まあ、勝ち星はつかなかったんですが、まあ、やっぱりゲームをしっかり作ってくれますよね。はい。はい、まあ立ち上がりこう、失点って言いますかね、点を取られてしまいましたけども。はい。まあ、長いイグ、結構投げれるなっていうような。そうですね。だから来シーズン面白いなっていう感じがしますよね。その頑張りが通じたのか、昨日は負けるかと思ったんですけれども、サヨナラ勝ちをして。うん、ゲレーロもね、同点ホームラン打って、ね。そして藤井様様という形で。様様、サヨナラヒットってね。で、この花をね、届けたというか、花を添えたのが、なんといっても昨日は森野選手の引退試合だったということですね。はい、7回に代打で出場して、まあ、最後はファーストゴロになったんですけれども、川俣さん、改めて森野選手っていうのはどういう選手でしたか？そうですね。ね、ほがらかで、愉快な男かなっていう風なイメージがありますね。僕も現役はね、1年一緒にやってますんで、はい、彼が入ってきた時に僕はもう最年長みたいな感じで。そういう、はい。その時の、その新人の時の。いや、やっぱこう入ってきていきなりね、はい、ルーキーでホームラン打ったりとか、はい、一軍で打ってましたんでね、はい。で、しかもね、最後こう、僕は一軍に、上がるときに、はい、入れ替えするじゃないですか。はい、森野は上にいて、僕が下にいて、はい、で、最後、上に上がるときに森野と交代という。そうだ
だったんですか。そんなことありましたね。うわー、だから余計記憶。で、まあ、コーチになられて、また関わって、うん。はい。まあ、そこからの、まあ、こう指導者の立場になってからの森野選手でどのように移りましたか。ちょっと時間はかかったと思うんですけれども、やっぱりね、勝負強さっていうのはね、すごいですね。改めて、すごいバッターだな、と思いますね。いいバッターだった、っていうような感じでね。今日も今日も登場ですか。ちょっと神々でしたけど。ちょっと神々。しかも別にあれですよ。言いにくいことをモノマネで言ってくる。今日は別に言いやすい、ね。ああ、そうですね。森野選手の褒め言葉ですから。はい、まあいいバッターでしたよ。いいバッターでしたね。ということで、まあ急にここへ来て強くなったドラゴンズなんですけれども、借金は16でセリーグ5位。残りは8試合となりました。そうですね。頑張ってほしい、はい、ということです。まあ来シーズンに向けてね。そうですね。まあいろんなニュースもちらほら出てきておりますけれども、はい、その辺はクラブ緑でお待ちしております。ね、さあ、では、よりどり野球クイズ参りましょう。今日はですね、はい、豊田市の裕次郎さんからのクイズです。日本のプロ野球で1年のゲーム数が一番多かった時は何試合あったでしょうか。いや、これちょっと難しいですよね。ちょっとなんかでこう見たことあるんですけど。はい。163ぐらいあったような気がします。いや、違うか。ヒント、そんなにはないです。そんなにはない。じゃあ、150試合ぐらいかな。違うか。重ねてきましたね。答えはですね、はい、2005年と2006年の146試合、はい、これが日本プロ野球で交流戦がスタートした年なんですね、はい、で、この2年間は交流戦が36試合あったためにトータルの試合数も増えまして146試合を行っていた。これが日本のプロ野球でマックスです。あ、そうなんですか。ちなみに今年は143試合ありました、はい、交流戦は半分の18試合に減ったんですけれども、はい、リーグ戦が増えたためにまあ、143試合今年はあったということです。なんか昔の方がねゲームが多かったようなイメージがあって。そうですか。ちなみにちょっと勘違いしましたね。いえいえ、川俣さんの現役時代は交流戦ももちろんありませんし、はい、1年なんと130試合。そうです。だから今よりも年間130試合ですから13試合少ないわけですよね、はい、だからそのギュッと凝縮された短い日数の中でいろんな選手はいろんな記録を打ち立てているということですから、はい、よりそれがまあ貴重というか難しいことと言いますかね。そうですね。まあ130試合ですと200安打って結構難しいですよね、はい、そういうことなんですよ。ですからイチロー選手のプロ初シーズン200安打、はい、今より13試合少ない中で達成したということはすごいことです。これはすごいです。これすごいことで、現役時代やっぱりちょっと少ないなっていう感じでした？いや、やってる時は長いなって感じなんですけどね。そうなんですか。そういうもんですか。はい、で、コーチ時代に入ると144試合ですね、はい、川村さん。これはどうですか？やっぱりそれも長いな。やっぱり、家中でやってらっしゃる時は長く感じる、ね。当時は CS とかなかったんで、はい、そういうのがあるとなんかモチベーションも高く持てて、はいはい、後半戦もね、なんとか頑張ろうっていう気にはなると思うんですけども。途中でなんか、順位が見えてきちゃって、はい、固定しちゃう場合はちょっと長く感じますわね。そうですよね。モチベーションも含めてね。はい、そうですか。まあ、交流戦の数も減ってきましたわね。まあ、今は18試合ですけれども、最初は36試合もあ。そうですね。これはちょっと多いですか、ね、終わってみたら、結構長いな。ホーム3試合、ビジター3試合っていうのはね。ね、ちょっとね、はい、最初はワクワクしましたけど、ね、ちょっとあまりにもね、リーグ戦に戻らないなという感じがあります。交流戦でね、1ヶ月以上かかってしまうっていうのはね。ちょっと長いですね。はい、まあ今の数字に落ち着きつつあるということですけども。ちなみに最初、川俣さんがおっしゃった160試合ぐらいかなという、はい。これね、もしかしたらこれが頭にちらつかれたのかな。メジャーリーグが、ワンシーズン162試合です。はい、こちらがちょっと頭に浮かばれたかもしれません。メジャーはそれぐらいだなってイメージがあったんですけども。やっぱりそうかもしれません。でも昔の日本の野球も、それぐらいあったのかなって。逆に日本は130で少なかったということですね、はい。メジャーリーグは162試合で、しかもです、私びっくりしたんですけど、はい、日本のように引き分けもなくって、決着がつくまでとことんやると、はい、どんなに夜中になってもやると。だから以前なんか覚えてるのが、ピッチャーが足りなくなって、イチローさんがそれこそ投げたっていう試合もありましたよね。そうですね。野手が投げたりとかしてますよね。それぐらいもう、ここで終わりっていうことがないんですね。はい、ずっとやり続けるし、まあ、日本の場合は長くて、まあ、9連戦、まあ、6連戦ぐらいですけれども、はい、メジャーに行きますと10連戦が当たり前で、長い時には20日間くらい休みなくゲームをする。
しかもあの距離の移動もあって、はい、移動も大変ですよね。で、すごいタフ。しかも、ベンチ入りの人数を見てみたら、日本と同じ25人でやりくりされているわけです。そうですよね。で、上がりとかないんですよね、向こうは。もうだから、いかに一人一人がタフかっていうことですよね。はい。だから日本は28人で、3人上がり、はい。はい。メジャーは多分25人で、ギリギリでやってるって感じですよね。はい。はい、そのハードな試合を。はい、そうですよ。夜中までやったって、明日試合があればやるわけですよね、翌日も。ただね、やっぱメジャーリーグの、あの、試合前の練習ってそれほど日本みたいに。ああ、逆に練習はやらなくて。やらないっていうか、まあ、軽く。軽く流して。はい。まあ、その辺の知恵はあると思うんですけど、まあ。日本人は練習から結構ね、頑張ってやるっていう、まあ。そうですね。気質がありますもんね。それはでも、まあでもすごいですね。アメリカはやっぱりタフなんだなって、やっぱりあの、体つきからしても違うのは頷ける気がしますが。そうですね。僕らの時も延長15回とかあった時には、はい、やっぱこう、12日回ったりとかね、ありましたね。ヘロヘロでしょ、そんな時。そしたら、その年だから、引き分け再試合、待てやるのみたいな。そういうシーズンもありましたね。そうですよね。だからもう本当にそういうことを当たり前のようにアメリカではやってるということですね。はい、すごい。ということで今日もゆるてる野球クイズ出題してくださいました方には、川本さんの直筆サイン色紙をプレゼントさせていただきます。では、川本さんご時代もよろしくお願いします、はい。ありがとうございました。名古屋市中区新栄。ここに、月曜日にだけオープンするドラゴンズファンが集まるバーがある。今日もドラゴンズを思うがゆえの愚痴を言いに多くのドラゴンズファンが集う。その名はクラブ緑。あら、皆様本日もようこそお越しくださいました。まずはあらあら、ザルキシさん、女性のお客様ですね。ようこそ。緑ママ、生ビールお願いします。昨日は森野選手の引退試合でした。入団してからずっと森野選手の大ファンの私は、引退発表があってからというもの、仕事も手につかず。昨日の試合、引退セレモニーでは CBC ラジオを聞きながら号泣。もちろん、ドラゴンズは好きですが、これから誰を応援していこうか。ヨネちゃん、誰かおすすめの選手はいますか？長く応援できる選手が欲しいです。なるほど、聞いてみます。やっぱり寂しいってね、皆さんおっしゃいますね。そうですね。まあ僕らも寂しいんですけれども、まあこれからの選手を応援しようと思うのは京田選手。はい、これからね、リードオフマンとして一番バッターとして、はい、ものすごく期待のできる選手が現れたので。名前が上がりましたね。具体的に京田さんですか。期待したいですね。川端さんも言ってましたよ。あ、本当ですか。か、はい、か、か、23番の遠藤。遠藤さん番号がいい。あ、なるほど。まあ、それも、番号含めてということですけど、まあ、今もね、ザルキスさんがおっしゃったけれども、長く応援できる選手ってこれ大事ですよね。そうですよね。やっぱりこう、10年やってね、一人前じゃないですけども、そこまでいける選手もいれば、そこまでいけれない選手もいますからね。そういう意味ではドラゴンズ一筋森野さん、立派な選手でしたね。で、なんか川端さんは年数的には抜かれてしまったって言ってましたよ。やっぱりそこもちょっと気になされてるのね。あれね、ヨネちゃんさんにそっくりな川端さんっていう方は、まあ、記録の数だとか、いろんなこと、後輩とかいろんな人に。気にしいみたいな、ね。気にされてるのね。あ、抜かれたとか数数えてらっしゃるね、あの方。なんかこの間ね、藤井がホームラン打った、代打でホームラン打った時も、うん、あれ何本目みたいな。そう。代打ホームラン記録があるからね、ね、川端さんそっくり。あの方は気にしい、ね、なんかすごい気にしてるみたいですね。なるほど。続いてのお客様。あらあら、これはいつもありがとうございます。デニーと森監督さんですね。ようこそ。ママ、いつもの国葬スペシャルお願いします。この国葬スペシャルの由来はめんどくさいし長くなるからね、もう今日もやめときますよ。はい、カクテルです。森野選手、
39歳ならまだ代打の切り札でいける気もするんだけどね。体が限界みたいだね。お疲れ様でした。引退試合組んでもらって幸せもんだよ。森野の引退試合を見ながらふと思ったんだけどさ、そういえば川俣さんって引退試合してもらったんだっけ。聞いてみます。カネちゃん、そっくりのあの方どうなのかしら。あの方は、まあ、記者会見はしたみたいですよ。でその後残り5試合があったので、あの代打ホームランがかかってたから、はいはい、5試合全部出させてくれって直訴して、残りの5試合参加したみたいです。あら、でほんで結局5打数1安打、ホームランなし、でフィニッシュ。フィニッシュ。あれ、あれ、あの、引退試合っていう。いや、引退試合っていうか、まあ、名古屋ドームの最終戦は出させてもらったんだけども、はい、まあ、そこで、まあ、花束もらって、ありがとう、って言ったみたいです。それは引退試合ではないの？まあ、どうなんですかね。まあ、名古屋ドーム、まあ、地元での、最後だから、まあ、引退試合って言えば引退試合かもしれないけれども、っていうかね、そもそも引退試合っていうのはっていうことなんですけど、はい、ある選手がまあ引退を表明しますわね。まあその後に、まあじゃあ次の試合絶対この選手出ますよというので、ね、セレモニー的なことをやるのは全部引退試合なんですか？はい、ただやっぱり川俣さんの場合も、残り2試合出てるんで、その試合引退試合とは言えないかもわからないよね。これ銘打ってね、ちゃんとやってセレモニーも大々的にやってっていう、どういうでそれからね、その引退試合をさせてもらえる選手、はい、まあ当然その活躍した貢献度ってあると思うんだけど、そういう明確な線引きっていうのなんかあるのかしら。どうなんですかね。これやっぱりその球団とか、そうですね、ファンの空気感とか、そういうもんですか。球団がどう。なるほど。でなんかね、ちょっと小耳に挟んだんだけど、はい、ドラゴンズっていうのはね、なんか他の球団にはない特別な引退試合のご褒美があるって聞いたんだけど、本当？本当ですか？川俣さんそんなこと言ってなかったよ。じゃあなんか聞いた話よ。これ本当かどうかわかんないんだけど、なんかその引退試合の場合は、その引退試合の興行収入は引退するその選手に全部あげるって。あ、それは本当に、数少ない選手だと思うよ。あ、そう。でもあるのね。そういうのは あるらしい。あるらしい。ドラゴンズってすごいよね。昔で言うと、星野選手さんとか、木俣達彦さん。はいはいはい。ああいう方たちはそういう。最近だとだから、マサさんとかそういうことかしらね。山本マサもそうなのかな。そうですか。続いてのお客様です。あらあら、モッティさんありがとうございます。緑ママ瓶ビール。荒木と岩瀬が来季から選手兼兼任コーチとなることが発表されました。このメリットとデメリットは何なのか、ヨネちゃんに聞いてみて。聞いてみます。これ本当に兼任するの、荒木さんと岩瀬さん。どうなんですかね。まだ正式発表じゃないからね。まあ、ただやっぱこうそういう肩書きがつけば言いやすいでしょうね。まあ、本人たちはちょっと複雑な思いもね、現役にこだわってあと1年頑張ろうと思ってたら、でもまあ年齢を考えれば、そういうこともやりながら自分のこともしっかりやっていくってことですよね。まあなんか超フライングで発表があったみたいですけれどもね。あら、もう今日はこんなお時間。本日も皆様のご来店ありがとうございました。